Thank you.
始めようか。
なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、いまいちなんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、秋葉原で怪現象にも巻き込まれちまうし、せっかく10万もする壺買ったのにな。あのお祓い、本当に効果あったのかな？バカだな。知らないのか。ああいうのは薬と同じだ。何度も行かなきゃ効果はねえんだって。そうだったのか。だからか。なんだかさっきからまたあのビップルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよそれ。お祓いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ。俺付き合うからさ。今度は30万の首飾りも買わないと。悪いこと言わないでよね。セットを仕置きしてるだけでしょ。この子、私と記憶共有してからハッキングができるようになったでしょ。だから試しに一人でウイルスプログラムを作らせてみたの。そしたらこの子、よりによって出来上がったウイルスを私に仕掛けたのよ。おかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットでお仕置き中。体が変な感じだよ。元に戻してよ。作れとは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ。この姿でちょっと反省してなさい。そんなに怒らなくてもいいじゃない。せっかくエリカの記憶から最初クーディアができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるために、リュウジと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって。それはあれだよ。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの。エリカ、最高に活かしてると思ってやってたんでしょ。私知ってるよ。だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから喜んでもらえると思ったのに。あんたは過去の経験を局所的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去の時系列を踏まえて記憶を整理してるね。いつの間にか私より私の記憶の検索が確認になってきちゃって、自分がもう一人いるみたいですっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバーにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署電脳犯罪捜査課のサーバーにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は今回は一緒にやってもいいでしょう。無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さんだ。申し訳ないがアカウント情報を拝借する。準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったね、エリカ。リュウジからお許しが出て。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ。そうね。画像データを全部復元できたらいいよ。それなら急がなくっちゃ。
どうしたの？さすがにまずくないかって。そりゃいいわけないけど、私たちはハッカーだよ。時々はこういう仕事も来る。悪いね、わざわざ来てもらっちゃってよ。仕事中はあんまり出歩けねえんだ。フーディーのバイトじゃないのかって？違うよ、エンジニアだよ、エンジニア。店のバイトはただの手伝い。お嬢もリュウジも店の運営はおざなりっていうか適当だろ。よくシフトに穴が開くから仕方なく手伝ってやってるわけ。別にバイトちゃんに代わってって頼まれたからとかじゃないからな。チームのアジトがなくなったら困るだろうと考えてわざわざ店番をしてやってるわけだ。うん。で、何のよ？電脳犯罪捜査課ってマジかよ。又吉さんの部署じゃねえか。でもまあ大丈夫だろ。又吉さんは俺たちの恩人だ。リュウジも悪いようにはしないはずだぜ。ああ、そういや話してなかったっけな。俺たち又吉さんに捕まったことがあんのよ。何年前だったかな。ダチが悪質なハッカーに弱み握られて脅されちまってさ。ハッカーから弱みの証拠を取り返そうとして挑んで逆に罠にはめられちまったんだ俺。当時一緒になってハッカーしてたリュウジも俺を助けようとして巻き込まれて二人して一緒に逮捕されちまったのさ。んで、その時の担当刑事が又吉さん。今時珍しい昔仇の人でさ、説教は長えし、筋骨は痛えし。でも事情を話したら、ダチのためにそこまでできるとは見上げた心意気じゃねえかって褒めてもくれてさ。いろいろ便宜を図ってくれて、俺ら歩道扱いで済んだわけ。その後独自に動いて、ダチを脅した犯人も捕まえてくれたし、恩人ってのはそういう意味さ。だから心配すんなって。そんな人に迷惑かけるようなことあいつがするわけないから。リュウジの様子がおかしい気がする。まそこまで言うならよっしゃあない、後輩のためだ。ちょっくら調べてやりますか。リュウジだよ、妙なことしてないか調べてやるって。あいつらには適当にごまかしといてくれよ。仕事が入ったとか言ってさ。心配しなくてもサーバ潜入までには戻ってくるって。んじゃな。足りないな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居打つ。千歳が仕事で来られないとなると人手が足りない。ザクソンから誰か貸してもらえば。あまりよそのチームを巻き込みたくない。いっそ全く部外者の方が都合がいいんだ。よ、今どうしてる？面白い本が手に入ったから貸したいんだけど。え、俺？
暇だけど、どうかしたのか。話は分かった。つまりお前たちの作戦に協力すればいいんだな。お前の仲間が又吉って刑事をコミュニティエリアに呼び出す。その隙をついてあるプログラムを刑事に接触させることで必要なデータを手に入れると。で、そのプログラムが、デジモンのアバターを着たお前ってわけか。デジモンの姿になったやつなんて初めて見たよ。本当に中身お前なんだろうな。やめろよ。あんまりつぶらな目で見るなよ。照れるだろ。なんか、ともかくデジモン型情報コピープログラムか。見た目はポヨモンだけど、フーディエ独自のマルウェアってわけだな。その姿で3秒間の又吉に接触すれば、アカウント情報をコピーできる。まさかアバターをここまで改造できるなんて。お前って、本当にハッカーチームの一員になっちまったんだ。気にするなよ。むしろ嬉しいな、俺。この頃、お前フーディエばっかりだからさ。俺のことを、ちょっとは頼ってくれてるってことだ。実は本体の方は膝ガクガクなんだけど、俺とお前ならなんとかなるよな。又吉さんが来たよ。コミュニティエリアに向かって。これからはシークレットラインで通信をつなぐよ。私の声は君たちにしか聞こえないから、合図したら作戦を開始して。おう、リュウジ、連絡ありがとよ。うっす、この間はありがとうございました。水臭いこと言ってんじゃねえよ。エリカちゃんはその後どうだい？すぐに退院できました。そうかそうか、それは何よりだ。ゆっくり会うのは久しぶりだな。どうだお前の方は、ちゃんと働いてんのか？おかげさまで。セキュリティ管理の仕事をやってます。よー、立派なもんだ。今のご時世、必要とされる仕事じゃねえか。ところで、又吉さん。相談事なんすけど。おう、何でも言ってみろ。なんだこいつは。デジモンみたいですね。クーロンから紛れ込んできたんでしょう。こんなとこにいたら一般のお客さんに迷惑だろうが。対象に発見された。プラン B2 に移行して。あ、すいません、それ俺のベッドなんです。ん？最近は学生さんまでデジモンを持ってるのか。はい、すいませんけど、捕まえてもらっていいですか？やれやれ、世も末だな。どらよ。あ、危険はねえみてえだな。それに、かわいいじゃねえか。ちょっとだけ。姿はデジモンでもスケベ電波が観測できる。それは冗談。ともかくそのまま動かないで。おい伊達、遊んでねえで、早くそいつを学生さんに返してやれ。うっす、おらよ。
デジモンはちゃんと管理しておけよな。じゃないと逮捕しちまうぞ。はーい。ちょうどいい。紹介するよ。リュウジ、部下の伊達だ。お前と同じ土でな。いつか引き合わせたいと思っていたんだ。よう。どうも。見た目は妙ちきりんだが、警察官としては、ま、頼りになる方だ。伊達、お前もだ。リュウジの男気と根性は、俺のお墨付きさ。ハッカーってのは、たまに傷だがな。またよしさん。俺ももう年だ。いつどうなるかわからん。そうなった後は、若い者同士で助け合ってくれ。そんな、死ぬんすか、またよしさん。死んじゃいやす、またよしさん。誰が死ぬか、引退の話だ。勝手に殺すな、馬鹿野郎が。ん？これはいかんな。本部からすか？ああ、指名手配のハッカーが空論に現れたそうだ。垂れ込みがあったと連絡が入った。よし、うまくいけば現行犯逮捕できますね。すまん、リュウジ。相談の件は後で必ず聞かせてもらう。ハッカー絡みですか？だったら俺も行きます。そいつは助かる。行くぞ、リュウジ。伊達、作戦どうなったんだ？ちょ、おい、どこ行くんだよ。まさか追いかけるつもりか、その姿で。無茶だって。おい、なんだよ、置いていきやがって。いいじゃないか、放っておけよ。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろう。心配しなくても必ずお前のところに帰ってくるさ。そうかな。そうさ、きっとそうだ。俺の言うことが間違いだったことなんて。うん。
ディバインピース。するな。伊達、俺に任せろ。おい、お前らの身元はもう割れてる。ログアウトしたってすぐ捕まるのはオチだぞ。諦めて出頭しろ。うるせえ。エデンで見つかったからって何だってんだ。このままログアウトゾーンまで突っ走って向こうに戻ってどんずれしてやるぜ。痛い目見る前にそこをどきやがれ、クソジジイ。クソジジイだ。又吉さんのことは素敵なおじ様が呼び上がれ。ごめん、刺激すんなって言ってんだろうが。伊達、今だ、やれ。伊達、下がってな。ここからは俺たちの領分だ。来たのか。混んでりゃいいのにな、バカ野郎が。人暴れしようか、相棒。けじめをつけるぞ。
上出来だ。ハッカーのくせに警察の味方すんのかよ。スキルもないやつがハッカーを語るんじゃねえ。へへ、言うようになったじゃねえか、リュウジ。おい、伊達、何ぼーっとしてんだ。さっさと連れて行け。あ、うっす。ほら、お前らそこ並べ。ログイン場所、書いてもらうからな。お前と一緒にいたデジモンがいないな。あいつもお前のデジモンかい？いえ、デジモンにもいるんですよ、ああいう物好きが。サーバーに侵入する。おお、じゃあアカウント権限は手に入ったのか。ご苦労さん。っていうか、なんでまた電脳犯罪捜査課なの？前回神城にマルウェアを仕掛けたが、入ってくる情報は芳しくなかった。はは、それでもっと特定のデータを攻める必要があるってこと？電脳犯罪捜査課のサーバーからあるデータを盗み出す。ザクソンからの情報では、数年前神城はある企業を不正買収していたそうだ。その時、ことが露見しないように電脳犯罪捜査課の上層部が手を回していたらしい。奴らまで神城と癒着してたってのが世も末だね。今回はその証拠を狙う。エリカ、うん、作戦を説明するよ。侵入するのは対象のエレンサーバーの中でも予備領域として確保されているエリア。ここからメインネットワーク上の目当ての情報データに直接アクセスして引き抜かせてもらう。まず私が手に入れた伊達真紀子のアカウント権限を利用して目当ての情報データの位置座標を探し出す。お兄ちゃんと君はワームモンを連れて予備領域エリアに侵入して、このエリアはメインネットワークの外にあって普段はほとんど無人だから侵入が可能なはず。そこからメインネットワークへの接続ポイントを見つけ出してダウンロードに備えて。なんでワームモンまで一緒なんだ？この子は連絡員。目当てのデータを見つけたら私がワームモンに偽造パスを送る。この子と私の間の通信回路が独立しているから傍受されにくいの。お兄ちゃんはワームモンから偽造パスを受け取ってデータを吸い出す。君はお兄ちゃんが端末を操作している時に護衛役。ダウンロードのタイミングが
一番無防備になるから気をつけて。予備サーバーとはいえセキュリティは厳重なはずだ。向かってくる奴には片っ端からコッパを食らわしてやれ。コテンパンにしろって言うんだよ。ユージはたまに不思議な言葉を使うよね。鉄砲玉とか肩木とか。お、興味があるなら俺が後で教えてやろっか。私のデジモンに変なこと教えないで。変ってなんだよ、かっけえんだぜケンさんとかなあ。リュウジ、話を脱線させるな。あれ、俺の役目は。千歳はこっちで陽動担当。足のつかない使い捨てのデジバイスから伊達に不審な通信を送って、そうすれば伊達は本庁の叱るべきチームに追跡もしくは解析を依頼するはず。その際に残される伊達の通信記録に紛れてメインネットワーク内に侵入、閲覧記録を通信記録にすり替える。なるほどな。それで直接ネットワークにアクセスしても足がつかないってわけだ。了解。じゃあやりますか。向こうで合流だ。遅れるなよ。話はまた後でな。今は作戦に集中しようぜ。無人だがデジモンが放たれている。こいつは驚きだ。オカミもデジモンプログラムの有用性を認めてるってわけか。へえ、黒にいるデジモンより高度なセキュリティみたい。神城あたりの入れ知恵か。気を抜くなよ。へい、おやじ。なんだそれは。あれ、違った。ネットで検索した言葉から選んでリュウジっぽい言い方を真似してみたんだけど。まあ間違っちゃいないが、この場合正確には兄貴だ。それに生病法はよせ。そういう言葉はまず風格を積んでから使うもんだ。はーい。まあたまになら使ってもいいが。お前エリカみたいになってきたな。あいつも小さい頃よく俺の真似をしていた。あいつの場合は言葉遣いじゃなくハッキングで、いつの間にか俺より巧みになっちまったな。私エリカと記憶を共有してるの。だからだんだん似てきたのかもね。雑談が過ぎたな。仕事を始めるぞ。
アック開始だ。Thank you.
はい、よっと。顔も知らないおまわりさん、利用しちゃってすんません。これも世のため、人のため、お嬢のため。てや。あ？なんだこの番号。ああ、もしもし。こちら。電脳空間エデン警ら中の電脳犯罪捜査課第一強行犯特別分室所属の伊達だ。端末に不審なアクセスがあった。念のため調査班に解析を依頼してくれ。個別 ID は